回福島県で撮影させていただいて、で万代朝日国立公園や、浄土平というところで撮影させていただいて、そこでのスカイラインだったりとか、あとは山が結構すごく象徴的なんですけれども、吾妻山というところで、深夜から早朝にかけて撮影させていただいたりして、すごく私自身も感動的な、はい、風景を見させていただきましたね。撮影だからっていうわけではなくて、気持ちよくて、その心地よさだったりっていうのをきちんと映像に収めていただけたなという感じがしますね。今回アウディさんからも、あの楽曲をこのように積極的に使っていただけるっていうことで、すごく本当に嬉しいなと思ったんですけれども、そうであるならば本当に彼らの今回打ち出すテーマと思いっきり親和性のある曲を作りたいなと思って取り組ませていただきました。私たちが持ってる本来のその本能を呼び起こすような、そういったテーマソングみたいなのが作れればいいなと思ったんですね。で、私たちがきっともともと持っている感覚的なものだと思うんですね。そういうサステナビリティとかっていうのは結局持続可能でないと私たち人間も生き残れませんから、そういった本能を呼び起こすような、この地球のひとかけらである私たちがその本来の美しい地球っていうものを育む、慈しむ、そういった思いっていうのを、テーマに書かせて、作らせていただきました。ものすごくかっこいい、まず外観も内装もというのと、あとは運転して気づいたんですけど、ものすごく加速がいいです。私運転好きなんですね、もともと。まあなんかその運転が好きな人もかなり満足度の高い車なんじゃないかなと思っています。まあ、2016年に会社立ち上げてものづくりっていうのを、まあ、今コツコツとやっている最中なんですけれども、そのものの断りというか原理にすごく今興味があって、このものはどうやってできているんだろうっていう深掘りするフェーズに今来ているんですね。今ちょっとイモムシにハマったりとか、蝶々にハマったりとか、今まで興味のなかったものに興味があるような時期なんですけれども、例えばじゃあそのうちで使う商材の中でも、じゃあオーガニックコットンを使うよねと、でそのオーガニックコットンを全部自社で栽培するのは難しいんですけれども、まず自分たちでちょっと育ててみて、どのぐらいお水が必要なのかだったりとか、どういうふうに育ってったらその糸を紡げるのかっていう、その原理を知ると知らないとではまた取り組み方アプローチが違うかなと思うので、なんかそういったものは、まあ、個人的な活動としてやってみたいなと思います。